はい、良い風景です。今宵もスライムと共に波動を歩んでまいります。また道路を倒して、なんかあまり関係ないって言えば関係ないですけどね。なんか前回のその動画の編集をですね、やったやつをテストで開けたやつあるんですけどね、それが間違って、本当は非公開の映像のはずだったんですけど、公開しちゃったみたいで、なんか一部の方がね、ご覧になったみたいでね、なんか申し訳ないんですけどね。なんか今、アップ済みのやつからね、もう10回ぐらい離れてるんでね、なんのこっちゃって感じなんですけどね。実はなんかため撮りしてるんですよね。で、なんか本当にね、もう、今5回ぐらいかな。今の時点でアップしてるのが5回でしょ。で、これ撮影してるのが、何回だっけかな。これ18回目ぐらいなんでね。なんか動画のストックは30本ぐらいあるんですよね。そういう人も珍しいのかもしれないですけどね。なんかくれた。ディスチャーム。あんま大したもんじゃないな。なんだっけ。こっち行ってないんですよね。こっちの方ですね。なんかね、編集ソフトを変えたんですよ。もっとレベルの高いやつに。あれ？全然こっち来ても意味なかったな。で、で、高画質の書き出しができるようになったんですけどね。で、まあ、どんなもんかなと思って、まあ、ちょっとやってみたっていう感じなんですけどね。王国のメノラの炎が激しく揺れている。これだな。傷薬。よし、行くぞ。あ、しまった。あれだな。後天まで待った方が有利に戦えるんだけれども。いいか。いいか、めんどくせえ。これで勝てるだろう。メノラの炎が私を戦いに駆り立てる。てか、まあ一回読んだからいいか。まあこれ何度戦っても怖いよな。スキップしていきますよ、会話は。このムービーは見なきゃいけないみたいですけどね。よーし。まあそんな特別なことをやるわけじゃないです。破山を吸収できるようになるやつが、1人増えたくらいかな。あとね、スライムがね、どうかな。スライムを生き残っていけるかな。さあ、再戦ですよ、また通る。いざついてこい。ああ、こいつはやっぱ先手なんだよな。うおー、88か。じゃあまあ次に回して、1002か。落下じゃ。落下じゃかけよう。できれば重ね掛けしたいですね、落下じゃは。そうだな、そうだな。メディアかけとくか。もういいや。で、スライム、メギドね、メギド30消費するんだよな、3回使えない。まあ、使わないだろう、メギドは。何がいいかな。しかもディアラも使えるっていう。あ、今ディアラもかけたけどよかった、失敗した。タルカじゃ。食らいやがれ。当たんねえ。やべえ、またこれ負けるとか、そういうオチあるかな。おお、やった、敵の攻撃を1回に。セーブできる。おお、当たった。ですね。どうしようかな。落下しかけとこう。安全対策。根には念を入れてね。もう負けたくないからな。で、ディアラもかけとこう、スライムに。即死しかねないからな。だけど、耐えましたね、スライム。いけるかもしれないですね。これはいいかもしれない。スライムは温存しておくか、MP。当たんねえな。しかし当たんねえな。これかなり直線になるかもしれない。よし。落下じゃもう一回。4回まで重ね掛けできるんですよ。ここまで上げとけばかなり大丈夫かな。っていう感じではありますけどね。あ、フォグプレスがあるんだ。こいつかけてやろう。消費が多いけど。
これ少しはいいだろう。スライムの命中率は当てにしてないんで。あ、しまった、回復するの忘れてた。うおー、しまったー、しまった、何やってんの俺。回復させるべきだった、スライムがやられてしまった。ディアラマ誰持ったかな。いいか、攻撃しちゃい。失敗しました。なかなかやるな。だが亀甲に真実の瞬間を見ることはできん。それを見るのはこの私だ。挑発。うわー、防御力下げられた。おお、マジかー、やばいやばい。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待てよ、ちょっと待て。将棋の沙汰じゃないと思われるかもしれないけども、スライムを回復してでですね、で落下剤をかけないとな。これまあ少しはいいか。あ、リカーンもあったんだ。タルカジャーもいいな。なんか、あいつの攻撃力上がってるしな。攻撃。当たれ、チキショー。おい、勘弁しろよ。血のアンダルシー。おい、レベル10上げたんだぞ。つえー、これスライムにかまってる場合じゃない。チキショー、これ回そう。落下剤は絶対かけなきゃダメ。で、マカミメディア持ってたよな、確か。メディア。あー、これスライムの回復力はぜひとも欲しいな。待て、砲撃でスライム回復できるかな。あ、できないか。ストックにいる仲間はダメなんだ。しょうがねえな。次誰だっけ。次千里か。落下剤かけとこう。よし、これで少しはいいだろう。気合いか。うおー、力を貯めた。マジ。うわ、やばいやばい、主人公やばい。てかこれやばすぎだろ、これマジ勝てんのかこれ。え、まず防御で回復しておいて保険をかけとこう。で、落下茶かけるだろ、やばいなこれ。で、メディアメディア。あ、てか MP がやばすぎる。勝てるか。まずい、防戦一方だ。しかも反撃は一度も出ねえし。あー、マカミがやられた。うわー、やっと出た。まずいね、これはまずい。待って待って。これは反撃で倒すしかないな。魔石で、回復で、千里はマヒバリ。あ、しまった、そこ回復覚えてないんだった。しょうがない、主人公で回復するしかない。あ、メディア持ってんじゃん。あ、失敗した。いや、魔石千里使っとこう。うわ、まずいな、こんなに強いものか。あ、よし。あー、2回使うのか。おい、勘弁。お、出た、反撃出た。でも倒せねえ、強え。マジかよこれ。これ半端じゃなくて強えな。レベルかなり上げたのにな。もうこれはじゃあ反撃に頼るしかないな。うわー、挑発勘弁。うおー、気合いやりやがった。どうするどうする。安全対策、落下しかけとこう。落下じゃを重ね上げしないとこれは持たん。なんか召喚してした方がいいか。あー、まずい。あー、倒した、ギリギリだ。あー、次の血のアンドルシアは絶対耐えきれなかったからな。うおー、ギリギリだよ。半端じゃなくてぜ、こいつ。基礎のメダルを手に入れた。あー、なんかほとんど奇跡みたいな。どこからともなく聞き覚えのある女性の声が聞こえてくる。やはりメダラー同士は引き合いましたか。お願いがあります。急ぐ必要はありませんが、そのメノラを持って私どものところまで来ていただけますか。ターミナルを使ってアマラ深海まで転送されるようにしておきます。詳しいお話はこちらに来ていただいた時にさせていただきます。その時までメノラをなくさぬようお気をつけください。宿女の声は聞こえなくなった。あのアマラ深海にいた老人と一緒にいた女か。
なんかあの人、なんか優子先生っぽいんだよな。ちょっとこれは、アイテムを使いまくって回復しておこう。マカミだろ？で、これね、スライムを生き返らせてるとかね、戦闘中に。そういう場合じゃなかったですね。本当に。どうしようかな。アイテムで回復するよ。アイテム使った方がいいや。なんか、なんだっけ、ポズムで使わなきゃならないかもしれないんで。ですね。で、あと5分って感じですね。いやー、やばかったな。あいつマジで強かった。ちょっとじゃあ、今回、あれですね。今回中に目的地まで行けないですね。池袋までは。じゃあまあ、ゆっくり探索するって感じで。本当はセーブしにね、戻った方が安全なんだろうけど、なんか変なところで即死したらもう嫌ですからね。うわー、しかしマジ強かったな。でもスライム、役に立ちましたね。もし、ハザンで死ななかったら、あいつ物理耐性があるんだから、失敗したな。本当に大失敗。スライム、使いようによっては使えるかもしれないですね、本当に。頑張ればなんだけど。敵多いな。いいか、回しちゃうか、次に。ね、この戦利ね、攻撃魔法がね、ないんですけど、あと1レベル上げるといいの覚えるんですよ。マハザンマかな。いいの覚えるんで、それが楽しみっては楽しみなんですからね。あ、メギド使ってみますか。威力あるな、さすがメギド。まあ、スライムが覚える技じゃないよな。うわぁ、あ、ザンマ。あ、ナイスだ。やっぱり毒になったな。ポズムディ使わなくちゃな。まあ、アイテム使うっていう手もあるんですけどね。まあ、いいや。数少ないですからね。確か10個しかないかな。買うのも嫌だし。敵多いなぁ。MP は消費しない方がいいか。多分メギドって命中率 100% なんですよね。だから MP がたくさんあれば、まあ使えるんですけどね。あと、ほとんどの敵に効きますからね。あんまり使い勝手がいいもんじゃないんですけどね。どっちかな。まあいいや。とにかく、これ抜けるのが先か。まあ、ゆっくり探索しようかと思ったけど。なんかかなり先が長そうだな、これ。しまった、戻ってセーブする方が良かったか。あ、好転だ、ナイス。ホギグリン。おー。やだな、こいつら。なんか結構強いんだよな。こいつからやるか。このスライムの親玉みたいなやつを。めんどくさいけども。あ、そっか、皇帝の会心か。あ、そうだよな。なんかマタダルの時に、皇帝だったらよかったんだよな。そしたらもっと、うまい具合に有利に戦えたかなって気がするんだけど。なんか結構舐めちゃいましたね。レベルも結構上げたんだけど、このゲームを舐めちゃいけないですね。敵強えよな、このゲーム。まあ、ハートにしてるっていうのもあるんですけどね。本当に、ね、そんじょそこらのゲームとはわけが違いますよ、これは。そろそろまあ、時間という感じですかね。まあなんか位置的に中半と半端なんですけどね。じゃあここで一旦、切りたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。